ロイス。エロイス。エロイス。エロイス。ちょっとあんたたち、何冒頭から発動してるのよ。一体何のエロ本見ているの？違う違う。公式のツイートでエロイスの告知が来たんだよ。そうよ。このトゥルーに対過しの足。はあはあ。これはまた眼福なパイロットがチカチカ実装されるのよ。いや、結局発動してるがん。今回はそんなエロイスを簡単に紹介するよ。エロイス。そんな恥ずかしい掛け声するの。やめてくれない？台湾版の端末ではお迎えしているんだけど、専用機は未回収なんだよね。だからスキルだけ簡単に紹介するけど、動くモーションは日本版でお迎えしてからかな。今のダメージがまだ言えていないのに、また課金する気満々じゃない。それにしても今回は公式からの告知が早かったね。おかげで準備しやすいんじゃないかな。いつも告知は直前なことが多いイメージだけど、このタイミングならエヴァの追加金で迷ってる人には考える猶予があるよね。エヴァで課金するか、エロイスで待つか、クリスタルの使い心はゆっくり考えてみてね。エロイス、エロイス、エロイス、エロイス。ああ、もううるさいな。エロイースのアクティブスキルはロボット兵を召喚するスタイル。攻撃を与えるんだけど、本番は攻撃後に敵を挑発すること。挑発することで起動前はエロイースに、起動後のスキルではロボット兵に攻撃を集中させることができるよ。エヴァの綾波と同じで敵の攻撃を引きつけることができるから、他の味方ユニットは攻撃に集中できるね。ロボット兵って一体どんなのよ。起動前のスキルだけど、こんな騎士みたいな兵士を召喚可能だよ。どこから召喚してるんだろうね。なんせこれがエロイースのアクティブスキルです。さすがに専用機起動後の内容は強力で、突撃したロボット兵も突撃後に戦闘に参加してくれるようだね。しかも挑発はエロイースではなくロボット兵につくから、エロイースも無傷で済むという。挑発が終わったらエネルギーシールドを展開して、エネルギー回復も助けてくれるのね。専用機起動するとタンクのみならず全体サポート効果もつく強力なスキルね。専用機パーツで試していないから何とも言えないんだけど、アクティブスキル発動の回転率が少し遅く感じたよ。あと、この内容は必死で翻訳したものなので間違ってたらごめんね。まあこの辺はいつも通りね。スキルには自身の強化バフの内容、攻撃に関するステータスアップの内容だね。スゴタイプのパイロットだけど、アクティブスキル見た感じ攻撃よりな印象もあるもんね。攻守ともバランスの取れた機体ってことかしら。どちらかというと攻守というより攻撃サポートに優れた機体っていう方が正しい気がするよ。専用機起動後はロボット兵が身代わりになってくれるし、その身代わりのロボット兵が攻撃もしてくれるしね。エロイース本体の攻撃ももちろんあるわけだから、スキル2で攻撃が上昇するとなると追い打ちをかけるスタイルだよね。ああ、じわじわ追い詰める気がし、プレイが得意なのね。ビクンビクン、悔しいけど頼むから黙っといてちょうだいよ。スキル3、多分翻訳声で合ってると思うけど、エネルギー回復に関するスキル内容だよ。さっきエロイースのアクティブスキルの回転率が悪いって言っていたけど、スキル3を解放していない状態で試していたからね。確率だけど、スキル3を解放したらアクティブスキルの回転率も改善されそうね。専用機起動前は攻撃を受けた時、起動後は攻撃の時の確率発動だけど、これで翻訳は合っているはず。個人的に日本で実装された翻訳が合ってるかどうかをまず答え合わせしたいと思っています。中国語ムズイース。はいきなり中国で血量とか出てきて、さらに自信ない翻訳です。内容は申し訳ないけどあまり自信ないけど、追い詰めないほど凶暴になっていく内容だと思います。エロイースもなかなか特殊な性癖持ちみたいね。血を見て興奮するタイプか。同人誌も読みすぎよ。多分エロイースも性格的にこんなんになるほど底力を発揮するタイプじゃないかしら。普段は出さない隠れた力が発揮されるんじゃないの。そういう考え方もあったのか。愛する、どうもの、マーラーサシーガー。倒れるたび傷つくたび俺を強くする。ってタイプか。もうそれでいいんじゃないかな。動いてる専用機は未入手だが見せれないけど、エロイースのエロスーツは紹介できるので紹介します。ウプ主何歳？
上については日本版ではまだ先の内容になると思うけど、ラインナップは結構あるんだよね。あ、でも結婚衣装は同時実装かな。このメス顔のエロイーズはもしかしたら日本でも確認できるかも。周りをスラスラ浮いているキャンドルは一体どういう意味なのかしら。ナースランディと違って露出も多めで女性らしい一面が見れていいそうよね。ほんと団長の言うことは何でも聞いてくれそうな顔してるよね。グヒヒヒ。お前は一度クリス高めるなレッドに開いてもらうといいと思うわ。こちらは一風変わってバカンス中のエロイーズだね。こう見ると軍人には見えない普通の女の子だよね。どうせインスタに上げてリア充アピールしているんでしょう。これだからリア充は。言っておくけどこの週末世界みんな必死に生きているのよ。リア充のインスタ見るほどみんな余裕はないからね。急にリア充に対して敵を向き出すのやめなさいよね。皆さんお気づきだと思うけど右に行くほど大きくなってるよね。成長中か。確かに通常衣装は気が接しているとも考えられるけど、結婚衣装はもうちょっと華奢だったわよね。これは確実に成長しているわ。多分エロイーズの紹介動画でこんなことまで触れているのってこの動画くらいじゃないかな。この前もパンプパンプって言ってたし、知り合いに見られても恥ずかしくない動画にした方がいいのでは。大丈夫、このチャンネルの視聴者さんには分かってもらえるから。リアルでは周りにアニメとか美少女ゲームの話に興味ある人がいないので、動画で言いたいことをさらけ出しているのです。分かってくれる視聴者さんたちもドン引きしそうな内容も多々ありそうなんですが、大丈夫でしょうか。ちなみにエロイス、人望もかなりある人でベルナレットにかなり慕われています。ベルナレットってゲームの性能的にもストーリーの設定的にもかなりの使い手よね。そのベルナレットが疑うことなく忠誠を誓っているのか、確かにある種のカリスマ性を感じるわね。無課金派でベルナレット持ってない人向きに詳細プロフィールを紹介しておくね。ベルナレットのエロイスに対する熱い思いが伝わるよ。そしてクリスタとも信頼関係のあるエロイース。ベルナレットとエロイースの関係に嫉妬してベルナレットを憎んでいるようだね。やだちょっと、何その小学生みたいな感情。意識していないようだけど、嫉妬心が湧くほどエロイースのことが大好きなのか。ちなみにボイスも紹介したかったけど、多分不具合で録画できませんでした。よりによってこのタイミングで。乗ってないわねあんた。ということで今回は近々実装されるであろうエロイースを紹介しました。スケジュール的にエヴァコラボが終わった後のメンテコかな。楽しみだね。今回は台湾版で専用機を持っていなかったから、動く専用機は見せれなかったから、実装されたらぜひとも入手したいところよね。声も聞けなかったし、単純に見た目で一目惚れした団長さんも多いんじゃないかな。課金が怖いけど実装が楽しみだよね。ということで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。